おにぎが割と普通。右が普通。左が入ったら。これしかもあれな、タコとかじゃない。タコじゃない。それすごいな。で、うん、裏。うわ。裏こんなだって茶色くなるの。そうそう、すげえ。普通はね、こう真っ黒やけど。顔もなんか黄色いもんな。うん。今年はだから全部温度を高めに管理したからが、うん、顔が黄色い個体が多いかな。やっぱ温度が高いとちょっと明るくなりやすいかな。というなんか話をね、うん、伺いましたわ。でもみんな元気やね。うん、これが8頭かな。今後もっと明るいなこれな。それだから2回目にハッチしたやつらが一番明るい。明るい。で、あの一番ハイカラーのあの子も2回目ハッチ。もう2回目。でこいつはあまりにもハイカラーすぎて分かるからもうあえて印つけてないけど。つけないけど。そうやね、この辺り ここら辺のコーラが2回目ハッチ。2回目ハッチ。ほんま元気やな。この子たちか、6個までやってんのか、読み方。この子たちか。ここは割とノーマルめな感じやね。そう、この子らはそんなにハイカラーの子は出んかったかな。でもあれやんな、親子体が誰かっていうのは分からない。分からんじゃな。確実にはちょっと分からんから。まあでもこの子らもな、今はこう黒いだけかもしれへんし。この管理次第はなあ、ハイカラーになる必要は。なんかこうさ、この前最近の動画見た、京都チャンネルさんの。なんか証明させるって。そう、なんか。ただ餌は言われへん。ハイカラーは作れるみたいな、おっしゃってたやんか。これは楽しみ、ね。いや、めちゃくちゃ楽しみ。最近だってすごい伸ばしてるやろ。そう、人数も登録者数も。あの卵の販売をね、あれなんかね、メールでヤフーね、うん、でここに今はいないけど隣のバケツにいるこの子たちが8 1月24日産卵の9月16日から20日に帰って8頭。じゃあいっちゃん最近のそうで分けてる理由としてはまだ後ろがこう、ああね、そうそうそう、ね、ヨークサックやったな。ヨークサックの吸収がまだ完璧じゃないんで、ちょっとまだ他と分けて感じです。この子食べ始めて、あ、そう、うん、最初にハッチした子は食べてたかな。へえ。生まれたてってこんなあれやねんな、なんかこう、どう言ったらいいんやろ、ちょっとシワシワ、うん、シワシワで人間の赤ちゃんと同じような感じかな、うん、ここからやっぱりシワが伸びる感じで。なるほどね。で、多孔板のやつは切ないと思いますわ。多孔板なし。あの多孔板は一番初めにハッチしたその4頭のうちどれかが多孔板やった。あ、マジで。2頭ぐらいが。うん。多孔板の子はね、分からん程度の多孔板。いや、結構しっかり分かる。多孔板。あ、この子、うん、お、ここお前はがっついた子やね。うん、やっぱり温度高いとこれが出やすいっていうのは本当かもしれない。温度高くと高いとなんか色も上がりやすいけど、うん、ちょっとこういう多孔になりやすい規定が出るのかもしれない。色ももしかしたら規定の一つなんかもしれないですね、発言の。そう考えるとおもろいね。めっちゃ見てる。この子らも普通にあげてんのよ、さ普通にあげてる、1日が2回。うん、うん、環境はこれでもう水替えしてみたいな。そう、2回に1回ぐらい。 あっち陸地でみたいな。そうそうそう、うん、いいね、まだまだこれでいけるね。これで11月まではこのまま管理して、で、よくその YouTube とかで初年度からまあ2年ぐらいは、うん、冬眠させんと管理した方がいいというふうに言ってるけど、うんうん、うちはもう今年からはすごく自然にやってみたいんで冬眠させれたんで、なかなかチャレンジだね。ちょっともしかすると半分ぐらいは、うん、死んじゃうかもしれないけど、でも今後ね、こう継続的に彼らがね、そう、おととし生まれたあのタグついてる子たちを去年冬眠させたらやっぱすごいみんな弱った。あ、弱ったね。うん、一頭春先にちょっとお坊様になっちゃった。あ、お坊様になった、うん、でもやっぱり自然界のことを考えれば、まあ、まあそうだよね、うん、経験させた方がいいのかな、うん、この子らもだって本来そうですよね。うん、ないとやっぱり生息活動しないっていうような方法があるんで。まあそうだよね、うん、
ここに浮いて入りますわ。ごっつい綺麗な色で。その子に関してはちょっと今年悩んでますわ。冬眠させるかどうか、うん、ちょっと取ってきた時ちょっと弱ってたから、体重もねそのサイズで 800g いってたもん、ね、マジで、うん、幼稚来てから一気に体重増えて、まあ、900後半ぐらいなかったから餌に比べてますよ。人工飼料も彼らは全然食べてくれる感じ。そうそうそう、なんかライブサイズ取ってきたから初め餌に食べないとかよく言ってて、ね、うち今まで取ってきてもすぐに食べてるから、まあ餌がええんか環境がええんか。環境は笑顔じゃね。環境でしょ、悪くは。気になるのがさ、野生個体ってほぼほぼお切れしてるやん。ああ、うん、このさ、例えば今2年目ぐらいの子たちみんなちゃんと尻尾ついてるやん、うん、あんな感じで、あのオス、あれはワイルドだと思った。あれワイルドのオスなんや、綺麗やな。あれは完璧、綺麗ですね。あとあの子も完璧ちゃうから、その黒いやつ、あの子か、うん、お前やな。結構こう普通にじゃあ飼育下にいたらおひれはせえへんのかなとか思うけどね。まあやっぱこう一緒に飼ってると噛んじゃうとかが。そうだね。特にうちのその2年目最初めてうちで産卵させて返したコーナーに関してはおひれが多かったけど、まあオスなんで今あんま気にはならない。はい、いただきました。これでね、お家まで持って帰る。またお家でね、環境を作るのが楽しみですね。僕、あの研究機器を扱うところの人に個人的に言っていただいたのは、ほんまにインキュベーターって書いてあるね。これ映してええの？全然いいよ、中もこんな感じ。すごっ。これね、これは入れたんやな、追加でな、切って、すごー。これは温度をこっちで設定して、そうそうそう、3度から45度まで OK ったの。3度から45度研究期間用なんやね。9万円の1500円、冷蔵庫よりはるかに高いこのサイズで。マジか、すごっ。うん、すげえな。これで温度管理をしてもうずっと入れとく感じ。そう、中にコップで水とかチーズボタンを持ちながら、うん、でも大体、うん、そう27度がオスで31度がメスで、でなんか文献によると29度ぐらいがちょうど半々の割合になるらしいんで、ずっと29度で感じてたけど、でもやっぱりちょっと29度高いと思う、温度が。あ、そう、うん、その初期から最後までずっと29度をひたすら管理するのは。なるほどな。だからちょっとそういうのもあって最初の卵はあの孵化率が悪かったのかな。だから後半はちょっと温度下げて、前半だけ28、9度で管理して、後半を27度にしたら全部問題なく出したんで、まあ、これであの今日見た27匹の子たちはまあおぎゃーと生まれてきてくれたという感じですね、はい、この前インスタグラムで日本人の方やんけど、野生の石亀捕まえましたって、はい、もう小亀で、はい、もうねこうアルビノなんじゃねぐらい。そう、撮ったそう、ちょっと後で見せるわ、はい、じゃあこれ動画にもちょっと1個載せるわ。載せていいか分からへんけど、動画の視点の方やな。そうだ、著作権の問題。聞いてみようかな、あのインスタグラムで YouTube に載っけていいですか。でもほんまに、はい、もう透明、透明ってあれやけど、めちゃくちゃ薄くて、はい、色彩変異個体やなっていう、はいはい、でコメントもすごくて、日本てか世界初なんじゃないみたいな。皆さんいかがでしたでしょうか。また彼のこの素晴らしいカメちゃんたちの池に来るのが楽しみになってます。よかったらぜひこちらのパート1も見てみてくださいね。ではさようなら。